平野翔はなぜウォンジョンギョのアンバサダーに選ばれたのか平野翔ついに大胆すぎるビジュアルで見せる。平野翔さんのコスメブランドの広告キャラクター起用は素晴らしいニュースですね。平野翔魅力あふれる新しいコスメブランドの顔にウォンジョンヨのヘアケアラインで輝き続ける。韓国初のコスメブランド、ウォンジョンヨのヘアケアラインの広告キャラクターに抜擢されたのは、 ナンバーアンダーライン愛のメンバー、平野翔さんです。ブランド創設者のウォン・ジョンヨ氏は、平野さんの類いまれなスター性と目標に向かって突き進む姿勢が、同ブランドのコンセプト、ヘア・ユー・ワントを体現できる存在だと評価しています。ウォン・ジョンヨは韓国で人気の高いメイクアップアーティストが監修するコスメブランド。今回新発売されるヘアケアラインは、 シャンプーやトリートメントなど6アイテムで構成されています。そして、その広告に抜擢されたのが平野翔さんです。ブリーチを重ねながらも美しい髪質を保ち続けている平野さん。ファンの間では、どうやってあんなに綺麗な髪を保っているのか、と注目されていました。そのニーズに応えるべく、ウォンジョンヨはまさに彼を広告の顔に選んだのだと言えるでしょう。 平野さん自身も、ウォンジョンヨさんは強いこだわりを持って商品を作ってらっしゃる方なので、そういった方とご一緒できたことはとても嬉しく、光栄に思っております、とコメントしており、ブランドへの信頼と期待が垣間見えます。そんな平野さんの魅力あふれる姿が、二つのビジュアルで披露されています。モイストでは、セクシーな表情を浮かべるモノクロの写真が、 一方のスムースではスタイリッシュなカットが使用されています。どちらのビジュアルも平野さんのスター性を存分に引き出した仕上がりとなっています。平野さんはすでにイブ・サンローランのアンバサダーを務めており、グローバルな活躍を続けています。そんな彼が別のコスメブランドの広告キャラクターに抜擢されたことは注目に値するでしょう。 ブリーチを重ねながらも美しい髪を保てる秘訣を知りたいファンも多いはず。そんな彼らにとって、ウォンジョンヨのヘアケアラインは待望の存在だと言えるでしょう。ウォンジョンヨはこれまで涙袋メイクの第一人者として知られてきました。そのこだわりと実力が今回のヘアケアラインにも反映されているはずです。平野さんが使用するこの製品は、 きっと多くのユーザーから支持されるはずです。ただ、平野さんといえば、ゲームの世界観を彷彿とさせるほどの美しさを持ち合わせています。そんな彼が、こうしたリアルなコスメブランドの広告に起用されたことに、ファンも驚きを隠せないでしょう。現実なのか、ゲームの世界なのか、と、平野さんの美しさに見惚れてしまう人も多いかもしれません。そんな彼の魅力が、 ウォンジョンヨの製品にも存分に発揮されることでしょう。平野さんはナンバーアンダーラインアイのメンバーの中でも抜群の人気を誇っています。それだけに他のメンバーとの格差が気になるファンも少なくないでしょう。平野さんばかり仕事が決まっている解散すればもっと活躍の場が広がるのではといった意見も参見されます。確かに平野さんの活躍に比べると 他のメンバーの存在感は薄らいでいる感があるのは事実です。ただ、ナンバーアンダーライン愛として活動を続けている以上、メンバー全員の活躍を願うのが当然のことでしょう。平野さんの躍進が他のメンバーの大きなきっかけにもなるかもしれません。他のメンバーにも平野さんのような華々しい活躍の機会が訪れることを願っています。そして、 ナンバーアンダーライン愛としての絆がより強くなることを期待したいと思います。さて、ウォンジョンヨのヘアケアラインが一体どのような製品なのか気になりますね。モイストとスムースの2種類のビジュアルが公開されていますが、それぞれ何が特徴なのでしょうか。セクシーな表情のモイストとスタイリッシュなカットのスムース。この2つのビジュアルから、 ウォンジョンヨのヘアケア製品の特徴が伺えそうです。おそらく、モイストは、髪の潤いとツヤを重視した製品なのでしょう。一方のスムースは、ツヤのある滑らかな仕上がりを目指すアイテムだと考えられます。ブリーチを重ねた髪でも、潤いとツヤを保って美しい仕上がりが実現できれば、多くのユーザーから支持されるはずです。そんな願いを込めて、 平野さんが広告の顔に選ばれたのかもしれません。実際に商品を使ってみて、平野さんのような美しい髪質を手に入れられるのか。ファンにとっては、待ちきれない期待に胸を膨らませているに違いありません。その期待に依らえられるよう、ウォンジョンヨはこのヘアケアラインをじっくりと磨き上げてきたはずです。そして、賞賛のようなスターを広告に起用することで、 製品の魅力を最大限に引き出すことに成功したのだと言えるでしょう。ウォン・ジョンヨのヘアケアラインは5月1日の発売を控えています。平野翔さんの魅力あふれるビジュアルとブランドのこだわりが詰まった製品。髪の悩みを抱える。平野翔が広告キャラクターに選ばれた理由は彼の類い稀なスター性と常になりたい自分に向かって努力し続ける姿勢。 そして目標に向かって突き進む姿勢が、ブランドコンセプトのヘアーユーワントを体現できる唯一無二の存在だからです。ヘ野自身もウォンジョンヨさんと共に仕事ができることをとても嬉しく思っており、ワンジュンギョでのヘアケア製品を試してみるようファンに呼びかけています。広告キャラクター就任に伴い、ヘ野のセクシーな新ビジュアルが公開されました。そのうちの二つ、 モイストとスムースでは、それぞれ異なる魅力を放つ平野の姿が披露されました。この驚きの発表に対して、ファンからは様々な反応が寄せられました。誰もが平野の魅力とキャリアの輝かしい未来に期待を寄せています。平野翔はすでにイブ・サンローランのアンバサダーとして活躍しており、さらに別のコスメブランドの CM キャラクターにも抜擢されるなど、 その人気は、ますます高まっています。彼の美しい髪と、その魅力によって、ワンジュン魚の製品が、ますます注目を集めることでしょう。しかし、一方で、平野章の個々の成功に焦点が当てられすぎて、他のメンバーの存在感が薄れているような声もあります。このようなバランスの問題は、今後のメンバー間の関係やグループの活動に影響を与える可能性があります。 これからの平野章の活躍に期待しつつ彼の周りの状況や彼が所属するグループの将来についても注目していきたいですね。このエキサイティングな新展開についてあなたはどう感じますか彼の広告キャラクターとしての適性や他のメンバーとのバランスについてどんな意見をお持ちですか